館で遊んできますよ。やったことないんですよ。ほんと一から遊んできましょうね。よいしょ。でん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 。これでいいの？最高。なんだ。はぁ、あ、はぁ、あ。あぁ。くそ、なんで俺がこんなことに。捕まりたくねえ。こんなことじゃ。誰か、誰かやったことにするんだ。そのアイス。あいつがやったことにすれば。充電が死にそうじゃ。8月3日。うん。緊張するなぁ。あら。所長さん、いい方だな。予定が初めてこんなに努力するのは小学校の学級裁判の時以来です。所長、今日はすみません。忙しいのに。構わないよ。外部の初舞台だね。それにしても、初めての本当に予選試験を扱うなんてすごい度胸をね、感心するわ。ああ、張りがあるんですよ、奴が。依頼人の方。おう、ある意味奴のおかげみたいなところがある。おう、僕はあいつの力になってやりたいんです。おしまいだー、もうね、向こうもおしまいなんだー。あそこに叫んでんの依頼人じゃない。そう、そうですね。死ぬ、死ぬぞー、俺はもう死んでやるんだー。死んでかって言われる。やはりさ、有罪だ、俺を有罪にしてくれよー。死刑でも何でもかっくらってさっぱり死んでやるぜー。自暴自棄だ。あの女がいない人生なんて死んだ方がマシだー。誰か、一体誰か彼女を教えてくれよー。彼女を殺害した犯人。新聞に書いてあるのは、お前の名前なんだよなー。お前なんだよなー。僕な、なるほど、龍一。新米も新米じゃないか。地方流なんちゃらせ終わった直後じゃん。うん。はい、それじゃな。不運にも彼女と付き合っていた男。やはりまさし。あ、親友なんや。試験の外にやっぱりやはり。女性言うことは悪いな、こいつじゃないだし、さ、運が悪いだけ。おう。よし、なんか、こいつに借りがある。助けてやるんだ、絶対に。助けられんのか。十字、第二法廷。ガヤガヤ、どんどん。あ、出た。このじいちゃんしてるぞ。法廷を改定します。検察官は準備完了しております。弁護側も準備完了してます。行くぜ。何も知らんけど。今日は初めての法廷だったから、緊張してます。有罪になるか無罪になるか、弁護士にかかっています。弁護士やべき君がそんなに緊張していたら困りますね。でも、話進める前に、本当に準備完了してるか、確かめさせていただきましょう。どう答えてください。まず、この時期の非公認の名前を言ってみなさい。やはり、まさし。この通り。その感じで落ち着いてもらえればよろしいですよ、質問。最初の名前を教えてください。うん、それならわかるぞ。あれだけ強く読んだからな。あれ
どう誰だっけ。ああ、あの立ってる人は。よいしょ、名前も知らないの。そんなわけならないじゃないですか。ちょっと忘れてただけですよ。法定記録を見ればわかる。R ボタン。あ、これね。R ボタン。なんだこれ。赤日美香さん。ほう。よし、じゃあ行きましょう。被害者の名前は赤日美香。よろしい。あの、どうやって殺害されたか。あ、シーン。ドンキ。こんにちは。はじめまして。はい、こんにちは。はじめまして。いらっしゃいませ。おばちゃんさん、いらっしゃいませ。ひらめですね。よろしくお願いします。今日は、なんだっけ。これ遊んでますんで。よろしくお願いいたします。ドンキで殴られた。ドンキで一発ガツンと殴られ。その通り。明日もこれぐらいにして、そろそろ審理を始めましょう。うん。どうでもないけど。待って。ちょっといいですか？穴井検事。何でしょうか、裁判長。ドンキで殴られています。もしご迷惑じゃなければ、また来たいです。うん、全然来てください。お好きなときに。それをね、可能にする方法はね、その画面の下のね、ボタンを押すだけなので、よろしくお願いします。このドンキですけど、具体的にはどういう、ドンキはこの考える人の置物です。手のそばに転がっておりました。証拠品として受理しましょう。はーい。よろしくお願いします、こちらこそ。置物のデータを分析記録にファイルした。なるほど、君。手の結びでこの上に証拠品が提出されていくの。データはこれからあなたの武器になる。あるボタンで、分析記録をチェックした方がいいわよ。これな。ああ。古畑任三郎でこんな事件なかったチャンネル登録ですね。これですね。よろしくお願いします、ぜひ。証人を呼んでください。まず被告人、ヤハリ君の話を聞きたいと思います。僕はどうすれば。ラインを助けるための情報を聞き逃さないこと。アニメのチャンスはあるかもしてやってくるわ。二人が余計なことを言わないよう祈りましょう。すぐに興奮するから。みんな小憎たらしい顔してる。いや、君は最近被害者に振られたそうですね。なんだぞ、こら。攻撃最高のカップに向けてなんてことを。いきなりかい。あの時に電話に出なかったり、会おうとしても断られてるだけだ。ダメな。世間ではそういう状況を振られたと呼んでいます。実際、彼女は君をほったらかして遊び回っていた。失礼される前の日も海外旅行から帰ったばかりだったんだよ。なんだと。ただの今、ほら、安心してんの。さあ、今、被害者のパスポートです。亡くなる前日まで、彼女はニューヨークにいたようですね。4月30日に、帰国。でも確かに帰国の日付は死亡の前日。そんな。じゃあ、モデルでしたが、収入は大したことはありません。どうやら彼女には、パッパーがたくさんいたようです。パッパー。お小遣いをくるおじさんたちのことです。彼女は彼らから金を援助してもらって遊んでいたわけだ。なんだって。被害者の高見美香はそういう人間だった。いや、彼女についてどう思うかな、やはりくん。なるほど。その質問には答えすぐない方がいいかもしれないわね。とんでもないことを口ぶさるかも。どうしよう。答えさせない。やはりくんは被害者が他の男性をつけているのも知らなかった。だかって今の質問は人間とは関係ありません。うん。何言ってんだよ、大垣寝言あるか。舐めやがって、あの女。死んでる。もう死んでやるぞ。天狗だ、どんどん進めてやるんだ。では、審理を続けましょう。とにかく被害、
被告人の動機はお分かりいただけたと思います。とてもよく。結局しゃべっちゃうな。じゃあ、次の質問に移りましょう。事件があったし、君は彼女の部屋に行かなかったかな？どうなのかな？何がどうなんだよ。わかりやすい。どうしよう。正直に答えさせる。うん。正直に答えろ。ああ、確かにその言ったよ。言ったさ。え、職人。それで、やりくん。どんな目で見るなよな。あれ、するしでさ、会えなかったわけよ、結局。ミニオピー。職人は嘘をついております。嘘。我々には今の嘘を立証する証人がいます。それは話が早い。どんな証人ですか？死体の発見者です。これは死体を発見する直前に、殺人現場から逃げていく被告人、やはり君を目撃しているのです。何？静粛に。あの意見者、その証人を呼んでください。ははは。とんでもないことになってきたぞ。トレニバのマンションで新聞の勧誘をしていた。山の星尾さんを入廷させてください。ああ山田さん、新聞勧誘員をしておられる。ああ、あったようでございます。はい。では、早速、証言を見ていただきましょう。あなたが事件当日に言うことを話してください。お聞きしたこと。勧誘しておりましたら、とある部屋から、男が出てきたんです。男は慌てていてドアを半開きにしたまま行ってしまいました。おかしいと思いまして、私部屋を覗いてみたんです。けど、なんと、同じようが死んでいるじゃございませんか。ただ少し抜けてしまいまして、怖くて部屋に入れませんでした。すぐに警察を呼ぼうと思ったんです。でも彼女の部屋の電話は通じませんでしたので、近くの公衆の中から通報いたしました。発見、お昼過ぎの2時でした。今のところ、ああ。お昼過ぎの2時。こんにちは。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。もうここでもう、違う、食い違ってるけどよ、情報と。はあ。逃げた男は間違いなくその被告人の方でございます。なんで正直に言わせてくれなかったんだ。こんなにはっきり見られて喋りもなんかしようがない。ところで現場にあった電話はなぜ通じなかったのかな。はい、事件があった瞬間、マンションは停電中だったんです。よし、停電中でも確か電話は使えるはずでは。その通りです。よし、機種によっては呼気の使用はできないのです。山田さんが気にしたのは、そういうタイプの呼気でした。少年のため、停電の記録を提出します。1時から6時過ぎまで現場のマンションは停電だった。じゃあ、弁護人。あ、はい。尋問をお願いします。自尋問ですか。さあ、なるほど、いよいよ本番よ。表現の嘘を暴くのよ、もちろん。嘘ですか。あなたの依頼人が無実なら、あんな無限証拠なんか嘘に決まってるでしょう。それでも、あなたは依頼人の無実を信じてないの？あれを握っているのは証拠品よ。証言と証拠品のデータとの間には、決定的な食い違い、すなわち矛盾があるはず。法廷局の証言で矛盾している部分も探すの。ああ。突きつけてやりなさい。ああ。あることで法廷記録を見ながら、表現と食い違う部分を探して。でーん。とある部屋から男が出てきたんです。あれでは、半開きにしたまま行ってしまいました。おかしいと思いました。私は部屋を覗いたんでございます。死んでいるじゃございませんか。部屋に入れませんでした。思ったんでございます。彼女の部屋の電話は通じませんでしたので、
ですね。大西、間違いありませんか？はい、ごさようでございます。でも自信がありそう。大西。なんかおかしくないでしょ。この商品の矛盾条件を突きつけてみましょう。配合記録。突きつける。大丈夫つけたのに、星がありませんか？西でしたね、確かに。いや、それはおかしいんですよ。この解剖で記録のデータとは明らかに矛盾しています。被害者が死んだのは4時より後なんです。第4、2時に見つけられるはずは絶対にありません。どうして2時間もズレがあるんでしょうか？それは、それは社会のことで、さらに禁止経営しようよ。私にはそうは思えません、山野さん。どうして試合見つけた時間を2時だと。そのどうしてでしょうね。だって、無事に知識しておけばいいの。お、もうそう、また見えちゃいそう、追い詰めましょう。そうそう、思い出しました。もう一度商品をしてもらいましょう。発見した時間について。下に見つけようと、時間が聞こえてきてございます。あの音、時報みたいな感じで、多分テレビだったと思います。はあ、でも、時報にしたら2時間もずれてたんですよね。多分、東の方はテレビを見、ビデオを見ていたのではないでしょうか。聞いたから2時だったと思い込んでしまったんでしょうね。どうぞ、ご迷惑をおかけしました。ふむ、なるほど。ビデオで地方の音を聞いた。はい、こんにちは。よいしょ。よいしょーい。尋問。はい、もうやり方バッチリよね。任せてください。やってやりますよ。発見した時間。地方みたいな感じで、多分テレビ。またテレビですか？ラジオではなかった。さあ、ラジオだったかもしれません。ちなみに現場にラジオはありませんでした。大型のテレビが一台あっただけです。おう。私、ちょっと引くかも。山野さん、現場で情報を聞いたわけですね。でも、印象に2時間ずれていたんですよね。おう。これですよ。意義あり。ちょっと待ってください。そもそもマンションは停電だったはずですよね。この記録はそれを証明しています。で、臨床、臨床、使えるわけがないじゃないですか。それは、確かにその通り。皆さん、どういうことですかの？いや、私もそのどういうことなのか。ああ、そうだ、思い出しました。表現は最初から正確にお願いしますよ。だんだん、あなたという人物が怪しく見えてきます。なんか、妙にくにくにしているしね。もう申し訳ございません。でも、何分死体を見たショックで。もう言い分かりました。では、さらに表現をお願いしましょう。時間を切ることについて。やっぱり聞いたんではなく見たんしてた。でもね、置き時計があったじゃないですか。ほら、犯人が殴る時に使った凶器ですよ。おそらくあれで時間がかかったのと思います。時計を見た。まあ、それは理解できますね。ラベンゴに尋問を。いいでしょう。それ聞いたんではなく見たんでした。置き時計があったじゃないですか。兄がなきに使えた凶器ですよ。揺さぶってやろう。凶器ですか？凶器の気取りでございますよ。ついですが、ちゃんと話は聞いておられましたか？なんか引っかかる。さあ、矛盾した部分を探しましょう。これでしょ。えい！暗い！ちょっと待ってください。凶器はこの通り、置物なんですよ。これはどこが時計なんですか？ああ、あんた何なんだ、さっきから偉そうに。
ご質問に答えてください。私を見てんだ、そいつはおきどきなんだよ。内務省、ちょっとよろしいですか。この着物は承認を言う通り、実はおきどきなんです。ベアスイッチになっていまして、時間をアナウンスするタイプです。時には見えないので、置物として静止したんです。なるほどね。狂気は実は置き時計だったと。どうかな、なるほど。山野さんの証言は間違っていない。これらしに時計なんだから。山野さんの証言について、もう問題はないかね。まだある。大きな問題が残っています。この置物が時計だと知るためには、実際に手に取るしかありません。私たち証人は部屋には入らなかったと証言を伝える。これは明らかに矛盾しています。確かに。なぜ証人が時計のことをしていたか。それは。当然、当日部屋に入ったから。うん。なるほど、知らんよ、俺は。あの時計被害者を殴ったのはあんただったんだ。もちろん殴った時の弾みで、あの時計は鳴った。またその音を聞いたんです。よし、国。面白い。なるほど、続けなさい。山野さん、とあなたはかなり驚いたはずです。最初のうちに置物が急に喋り出したわけですから。その声が強烈に印象に残ってしまった。だからあなたも時間だけは妙にはっきり覚えていたんです。どういうつもりですか？そんな言いかげんな言いがかりは。言いかげんかどうか、鬼の顔を見てください。どうなんですか？あなたが殴ったんですか？私はその、決して、私が聞いた、いや、見たのは、うおぉ。あげた。うるせえね、細かく、じくじくじ、おかかかか。あいつさ、俺は見たんだよ。死刑だ、あの男に死刑よ。職人、お待ちください。ただ今の弁護人の証人は証拠のかけらもありません。なるほど、君。証人が聞いたという情報がこの時のことだという証拠、そんな証拠あるんですか？考えないとな。そうですね。皆さん聞いたのはこの置き時計の音だったんです。証明することは簡単だと思います。どれだろう。時計の電池を調べる。留任聞き込みをする。時計を鳴らしてみる。時計の電池を調べればいいのです。なんと入っている。時計も動いているようですね。どういうことですか？時計は動いていたということです。だからなんだか喋っているし、よくわかるんだ。ここまで来て、そのお家じゃないでしょう。キャーうん。ああ。隣室の住人に聞き込みをする。うん。聞き込み。イベントの後で誰かが時計の音を聞いたはずです。なるほど。どうですか、マイケン。聞き込みはすでにやっております。イベントの後だけ。皆さん、お留守でした。その音を山野さん聞いたかどうかは別の問題です。ギャー出せちゃっていいの？時計を鳴らしてみる。私は時計を鳴らしてみればいいんです。裁判所、この手を貸してください。いいですか？よく聞いてください。25分だと。なんか変なアナウンスをする時計ですね。考える人ですから。で、このアナウンスがどうかしましたか？今、本当は何時ですか？ 11 時25分。パオ2時間遅れてるんですよ、この置き時計は。アスリン現場で山野さんが聞いた時刻と同じくね。さあ、どうですか？言い逃れできますか、山野さん。あんた一つ見逃してるよ。
だ、何のことだ。確かにその時は2時間遅れてるみたいな。だがな、この時計が次元統一にも遅れてたかどうか、その証拠がない限り証明したことにはならへんせ。そんなこと、証明できるわけがないじゃないか。なるほど。どうやらあなたはそれを証明するのは無理なようですね。はい。うん。となると山さんの言う通り、彼を合格することはできません。残念ですがね。これにというものを、してくださって証言しに来たって、国の耳に犯人呼ばわりかよ。ひどい連中だぜ。くそー。すまん、やはり、もう少し経ったのに。僕にはもう、どうしようもない。待ちなさい。千尋さん。なるほどくん。ダメよ、ここで諦めちゃ。諦めないで。時計が遅れてるかどうかなんて、今すぐ証明しようがない。そうね。じゃあ、いっそのこと、発想を逆転させましょう。あの時計、事件当日も2時間遅れていたかどうか。と考えるんではなく、そもそもあの時計がなぜ2時間も遅れていたのか、その理由を考えてみるの。あの時計がなぜ2時間遅れていたか。いえ、わかりませんかな。わかりませんかな。なんで。時差ってこと？はーい。また変に時計がすでに遅れていた。それを証明することができるというのですか？うちかばしかはったりや。はい。あと証拠品でそれを証明できると思います。あー、できるもんならやってみな。時計が遅れた理由を示す証拠品を提示してもらいましょう。くれ！帰国したばかりでした。ニューヨークと日本では4時間の時差があります。向こうは前日の午前2時。時計で見ればその差はちょうど2時間になります。僕は時間の時差をまだ戻していなかったのです。だからあなたが聞いた時間は2時間ずれていたんだ。どうですか、山野さん。ぐー。あ、汚い。汚い。静粛に来ちゃない。さて、ここへ来て正気は一転したと言っていいでしょう。あの一転で山の星は、あの先ほど緊急逮捕いたしました。なるほどくん、正直なところ驚きました。こんなに早く依頼人を救い出した上、真犯人まで探し出すと。ありがとうございます。それが今となっては形式に過ぎませんが、証拠人、やはりますし、判決を言い渡します。無罪。無罪。ピューピューピュー。では本日はこれにて閉廷。うん。パンパンって鳴らすときに静粛にとは言わないらしいですね。あきつの常習犯。新聞管理をしながら、嘘の家を狙っていた。悪いやつだ。そもそもが悪いやつ。うん。もう、彼が座った後、山野は仕事をするため部屋に侵入。そして部屋を物色中、被害者が帰ってきた。うん。今日はやったお紐を手に取って、ガッツ。ほほ。うん。では次、午後2時32分、地方裁判所被告人第2控室。うん。無事に終わったなんてまだ信じられない。やったわね。おめでとう。ありがとうございます。本当、主張のおかげです。やったね。スカッとしたわ。うん。やはり皆さんも喜んでるだろうな。死ぬんだ。おい、そろそろ死ぬからさ。無罪になって試験終わったんだよ。でもよう、ゴミカは帰ってこないんだよな。おめでとうございます。やっぱりさん、やっぱり
やっぱりさ。いや、ありがとうっす。一生忘れねえから。これプレゼント、受け取ってください。でもそれ、証拠品じゃ。いや、これ俺があいつのために作ってた時計なんすよ。あいつのと俺のとで2個作ったんす。ちょっと作ったのこれ。じゃあ、気にいただくわ。うん。こんなにあいつのこと思っていたのに、あの女にとって俺、ただの面白かったんだよな。すげえ悲しいよ。そんなことはないんじゃないか？慰めなんて。それはどうかしらねえ、なことくん。はい、ああ。これでしょ。くれねえ、ここでも暮らせるのか、お前。なんだよ、この時計はどうかしたのか。前の手製のオリジナル時計なんだよな。旅行に行ってたんだぜ。あはん、たまたま時間がなかったんだ。時計もう、こんな重いものを持っていくか。何どう考えるかお前次第だけど。今回のこと、お前に頼んでよかったよ。ありがとなぁ。うん。いい感じに終わった。証拠品ってこういうもの。いる確率によって、その意味合いはどこにどういうも変わってしまうわ。有罪か無罪か、と死ぬ知りようがない。おう。彼を信じてるから自分を信じるということ。はぁ、あ。極めてよだね。うん。私も帰りましょうか。もうやったぁ。はい。やっぱりさんといえば、あんた彼のおかげで弁護士になった。うん、そうなんや。もうさ、興味がある。ほう。疑われてることが多いって言われたから。それ関連かしら。うん。あの関連者の時計以外にイライラを払う気はない。あの時計は、そのびとんでもない事件を引き起こすことになり。彼のことを話すということの約束は永久に果たされることはなかった。やはり死んだんか。終わった。